ケア島は、エーゲ海のキクラデス諸島北西部に位置する、キリシャ領の島。古くは、ケオス島と呼ばれ、ケオス島とも表記される。ラテン語でも、ケオス島の名で呼ばれた。ツヤ島とも呼ばれる。アッティカが、最も近く、ラブリオからフェリーで、約1時間。スニオン岬からだと、約 20km、アテネからだと南西に 60km 付近にある。砂漠気候で、 丘が多い。大きさは南北1 9トル東西9トル面積は129平方キロメートル一番高いところで標高5 6 0ル中心地のリスは標高の高いところに位置し、絵のように美しい。他にもコリッシアという港、ボーカリという漁村がある。アテネ市民の週末のヨット遊びの目的地として、 見直されるがここ何十年かは人口の減少に悩まされ、2001年現在2417人しか住んでいない。青銅期時代、ケア島のアジオスニーコロウス付近には現在、アギアイリニと呼ばれる植民地があり、ミノア文明後期からミケーネ文明初期にかけて栄えた。古代ギリシア時代には、シモーニデースとそのオイバッキュリデース。 ソフィストのプロディコスの出身地として知られる。その後、東ローマ帝国の領土となり、多くの教会が建設され、島は繁栄した。1204年、第4回十字軍で、ベネツィアが占領。1278年、東ローマ帝国に返還。1296年、再度ベネツィアに占領され、リスの古代のアクロポリスの上に城が建てられた。港は、 海賊の避難所となり、1470年になると、島には200人の住民しかいなくなった。1527年には、オスマン帝国に占領された。しかし、トルコ人は島に住まず、代わりに、アルバニテスを16世紀の終わり頃、島に植民した。この期間、ケア島には、平安を望む多くの宗教的、知的人々が集まった。トルコ人が、 ほとんどいない島だったからである。だが、1668年に、島の住民がベネツヤを味方したことで、島はトルコ人たちによって破壊された。一方残った住民たちには住む権利を許され、その世紀の末には人口は3000人に達した。地方自治体としてのケアシは、キクラデス地方、ケアキト県に属する。地域には、一組のフェディ会社と、 海運会社を有するマクロニソス島を含む、キクラデス諸島の自治体、ケアシは8、ありがとうございます。